今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。私今、うん、悩みがあるんですけど。どうしたんですか。どうしたの。急に最初から皆さん大変なことです。筋力低下を感じてまして、うん、なんか腰が痛くなったり、お腹がちょっとぽよよんってなってきたりとか。運動やってたからね。そうなんですけど、ね、冬の間ちょっと休んでたので、はい、暖かくなってきたし、まあランニングでも再開しようかななんて思ってるんですけど。素晴らしいね。はい。お二人は今暖かくなってきてやりたいスポーツとかありますか。スポーツといえばね。昔覚えてます、めんことかだったの、バーッつって行った行かないとか言ってバーッつって、こういうさ春のスポーツ、メンコとかね、コマとかね、それ春のスポーツじゃない、まあ、春は J リーグですよ、 J リーグもう開幕してますからね、そうですよね、ありますか。え、でもその流れで言ったらなんか羽子板とかやってみたいですでも分かりますね、新春の方の春ですね、新春の方失礼いたしました。ということで今回まず最初にご紹介する企業様なんですけれども、そのスポーツを通じてお客様に心に残る喜びと満足を超える感動を提供しているこちらの企業様です。創業は昭和25年、兵庫県小野市にて15坪の小さな運動具店として開業したのが会社の始まりだった。スポーツ、健康、教育という3つの軸を中心に運営している企業がここにある。やっぱりそのスポーツだけではなくて、健康と教育というところを軸に、普段いろんな商品をお客様にご案内いたしまして、そういった意味でお使いいただいて、お客様にも笑顔になっていただいて、スポーツを通じて顧客に喜びと感動を与える株式会社神戸屋、事業開発部ニュービジネス課南明宏。神戸屋では労働、創新、愛和という3つの企業理念を掲げており、地域密着型の運営を行っている。また神戸屋での販売実績としては、人体からの水分を吸収し発熱する吸湿発熱素材を使用したミズノブレスサーモのシリーズ累計販売が1200万点、また足の健康を考慮して作られた草履である健康ミサトッコが20万点以上といった販売実績を誇る。さらに今回新たに子どもに安心して使用できる除菌消臭剤であるバイバイキーンを紹介する。スポーツ用品だけでなく健康・教育という分野の商品も手掛ける神戸屋。事業開発部ニュービジネス課の南に神戸屋の企業展開について聞いた。やっぱりスポーツグッズだけじゃないよね。そうですね、お持ちいただいてますけどいろいろありまして、はい、一番売れてる商品っていうと売れてる、はい、そうですね、はい、今弊社のところで、一番の、ヒット商品というところになりますと、ここに置かせていただいてるんですけども、スポーツメーカーの水野さんが、販売しているんですけれども、水野ブレスサームという冬場の吸湿発熱肌着、はい、こちらの商品になります。こちらの発熱肌着、ブレスサーモンに使われている素材がこちらの、ピンクのこの綿が、水野ブレスサーモンという素材になりまして、この中に、はい、この中に使っているこの綿ですね、これを糸にして、この肌着を編み上げ、糸にして、はい、編み上げてるんですけども、この綿がブレスサーモンという綿で、これが水分を吸って発熱、熱を出すというのが、分かっていただきますので、ぜひちょっと体感をしていただければと思うんですけども、これをですね、ちょっと手を広げていただきまして、はい、でこれ水道水入れてるんですけども、これをシュシュシュッとかで握ってもらえますか。あらららららら、本当ですか。あっという間に分かるよ。なんでですか、これ水分がかかると。よかったら、はい、ありがとうございます。今は全然ね、そんな暖かくないですよね。体験を、はい、一緒にする、しますよ。ちょっとだって信じられないですもん、はい、あ、本当だ、北海道みたいに、はい、もう本当に水分を吸ってすぐに発熱をしてるかと思います。で、大体そうですね、お手元で今5度ぐらい発熱をしているんですけども、こういった肌着で5度だと暑すぎますので、もう少し温度を抑えては作っているんですけども、本当にこの綿が水分を吸って発熱するという、吸着熱というそういう力がありますので、この素材を使っているからこそ、本当にお使いいただきますと、その発熱力、あったかさというのが。これは作ってできたものなんですか。そうですね、水野と、東洋坊が共同で、開発した、素材になります。すごい、はい、いや正直ミシェルさんがすぐ後帰っておっしゃったんで私絶対嘘だなって思ったんですけど、いや本当でした、はい、びっくり。
マジシャンみたいなね、はい、手品師みたいな、うん、握ったらさ、はい、これはいいですね、欲しいですね。 ありがとうございます。ありがとうございます。で、この素材なんですけども、うん、水分を吸って発熱をしますので、うん、冬場は汗をかきますと、うん、普通でしたらその汗が冷えてしまって、うん、汗冷えをして、ね、風邪をひきやすくなったりとか、うん、昨日もそうでしたよ。あら、グランドで教えてて、ヒュッてきちゃうんですよ。まだ春先もね、はい、寒かったりしますしね、はい、するんですけども、この、ブレサーモというのはその体から発散される水分を吸って発熱をしてくれますんで、そういう汗冷えも抑えられて、なおかつ、あったかいというのが、特徴になりますんで、衣服内を、ドライに保って、なおかつ、あったかく過ごせるという、冬場の、こういう発熱素材を今販売をさせていただいているという。一般の方にも運動選手にもっていうね、両方できますよね、はい、で、本当は日常生活から、スポーツから、そういうところいろんなシーンでお使いいただける、はいはい、商品となっております。はい、そしてこれがすごく気になっていて、はい、なぜスポーツ用品店なのに、はい、液体の謎の商品があるんだろうと。これは何ですか？はい、そちらは除菌消臭スプレーの、バイバイ菌という、はい、バイバイ菌、はい、バイバイ菌聞いたことあるあれですね。そうですね、バイバイ菌ってね、はい、18年の、研究によって、作り上げられました、日本オリジナルの除菌消臭剤になっております。あ、そうですか、はい、日本オリジナルの。そうですね、日本オリジナルの、除菌消臭剤という形で今販売をさせていただいております。こういったお子さんのおもちゃであったりとか、ペットがいらっしゃいますとペットのおもちゃとか、そういったところで、やはり、ご家庭には、目には見えないんですけども、いろんな菌がありまして、子供口にしたりするからな。そうですね、やっぱり口にしますとよだれがついて、それでやっぱちょっと菌が増えてしまったりとかしますんで、そういった時にこうシュッシュと、していただいて、拭いていただければ。バイバイ菌、バイバイ菌。特徴のある名前はちなみにどなたがお付けになられたんですか？あ、そうですね、開発元が、付けてはいるんですけども、はい、一応、バイバイ菌というのはこちらが、正式といいますか、菌を殺してさようならという、そういった造語ですね。バイとブイと菌という形で、はいはい、その3つを兼ね合わせて、バイバイ菌というこういった名前で今販売を、はい、させていただいております。あ、で、この商品も、なぜ、弊社がこういった商品を今、販売しているかといいますと、弊社はスポーツ、氷っていうのが、なりわいにはあるんですけれども、弊社としましては、スポーツ以外にも、あと、健康であったりとか、教育というところを今柱にして、ビジネスを進めていっておりまして、健康という意味で、ご家庭 の、そのいろんな菌であったりとか、匂いに対しまして、こういった商品をお使いいただいて、より健康に、過ごしてほしいということで今販売を、進めている商品になっております。やっぱりちょっと会社の話に戻りますが、はい、社名が神戸屋ということなんですが、はいはい、やはり本社は神戸にあるんですか？ですね、はい、神戸の、一つ山を越えた兵庫県の三木市というところにございまして、はい、地場産業は金物であったりとか、あと、自然が多くありますんで、ゴルフ場などは、多数多くある、そういった地域に、本社はございます、働いてらっしゃる方も結構。そうですね、はい、今従業員で、パートさんも含めまして、104名という形になりまして、はい、地元の、三木市であったりとか、はい、その近くの、地域の方と一緒に 今お仕事をさせてもらっております。はい、ありますね。いいですね、はい、どん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 進化を続けている神戸屋様なんですけども、はい、今後の目標は何ですか？やっぱりそのスポーツだけではなくて、健康と、教育というところを軸に、本当にいろんな商品を、お客様にご案内をいたしまして、そういった意味でお使いいただいて、お客様にも笑顔になっていただいて、お客様から必要とされる、そういった企業になりたいということで、社員一同今奮闘しているような状況になります。健康と教育、はい、教育っていうのはどういうイメージなんですか？その教育といきますと、スポーツをされてたと思うんですけども、やっぱりスポーツを、メインにしていきますと、なかなかちょっと勉強が手につかなかったりというところになってきますので、はい、そういった意味で今学習塾というのも立ち上げておりまして、はい、あら来た、はい、はい、氷という商品を販売するだけではなくて、そういう塾であったりとか、そういったところも今立ち上げて進めておりますので、地元の小学生であったりとか中学生のお子さんに塾に来ていただいて、スポーツをしながら、しっかりと勉強もしてほしいということで、そういった学習塾も今、はい、させていただいております。では最後になりますが、はい、南さんの格言を
教えていただけますか。はい、私の格言ではないんですけども、はい、弊社の株式会社神戸屋がですね、創業25年から大切にしている三信条というのがありまして、はいはい、その三信条というのが、労働と創新、あと愛和というこの3つになります。で、労働というのは、朗らかに、奉仕するというところで、はい、いつも笑顔を絶やさず、やっぱりこの、スポーツというところで、笑顔を絶やさず、明るい気持ちを持ってお客様に精神の気持ちを持って、奉仕するというのが、まず働く働くじゃなくて逆にそれで奉仕するっていうことね。そうですね、はい、そういう気持ちと、あと、送信というところですね。これは新しいことにチャレンジするということで、やっぱり決められたことであったりとか、今までの常識にとらわれず、新しいことにチャレンジしていこうという精神を持って今ビジネスを進めていくというところが、送信という言葉になる。送信、はい、あと愛はというのは、社員一人一人がですね、やっぱり家族のような、慈愛の心を持って、助け合って、仕事をしていこうということで、そういう言葉を、おります。はい、この時代なかなか難しいですよね。そうですね、殺伐とね、はい、契約も取れとかなとかっていう、そういう時代、そこでも愛和を大事に、はい、やはり愛和というところ、この三信条をもとに、やっぱり殺伐とした時代で、やっぱり数字というところは大切ではあるんですけれども、はい、やっぱりその明るい気持ちを持って、お客様にいいものをご案内をさせていただいて、お客様にこういった商品をお使いいただいて、喜んでいただける、そういう笑顔を見ることを、本当にいいことと思って、社員一同、はい、頑張って働いております。なるほどね、はい、なんか朗らかなこういう一つの輪になっている会社のように。ありがとうございます。気持ちいいですね、はい、ね、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですけども、お二人は弁護士っていうとどんなイメージがありますか。弁護士さんには助けられてきてますけども、お助け人みたいな形でね、ありがたいなと思いますけども、助け人ちょっと距離感があったりするかな。そうですね、あんまりお話しする機会がないですよね、やっぱり。うん、そうですね、まだ朝だからいろいろ相談してたら怖いもんだ。でもだからこそ知識がないから、いざっていう時にどうしたらいいかわからないっていう、お悩みをお持ちの方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、そこで次にご紹介しますのが、弁護士をもっと身近にをキャッチコピーに掲げています、こちらの企業様です。もしあなたがトラブルに巻き込まれ弁護士が必要になった場合、どうすればいいだろうか。法律上のトラブルなど、思ってもいなかった出来事に巻き込まれてしまうケースもあるかもしれない。そんな時に弁護士に無料で法律相談できるサービスや、地域や分野などから弁護士や法律事務所が探せるサービスを提供している企業がここにある。そうだ、じゃあインターネットで弁護士と困ってる人をつなげる場所を作ったり、相談できる場所を作ったらすごい便利なんだ。専門家を最も身近にする弁護士 .com 株式会社、代表取締役社長兼 CEO 元江太一郎。2002年3月、司法制度改革推進計画が閣議決定された。これにより日本における司法制度全般に関する改革が実施され、人的基盤の整備として司法試験合格者数の増加などの整備が行われた。現在日本では弁護士の数は3万人を超えていると言われている。しかしながら弁護士の数は増加したものの、気軽に法律相談が行える環境は整えられているとは言い難い。弁護士 .com ではインターネットを通じて弁護士に無料で法律相談できるみんなの法律相談や弁護士検索など、法律トラブルの解決をサポートする多数のコンテンツを用意している。自身も弁護士である元江に弁護士 .com を立ち上げた目的、
今後の展開について話を聞いた。なんかこう弁護士さんっていうと私のイメージですけど、うん、それこそ高そうとか、なるほど、何かあった時に相談したいけどでもどなたにお願いしたらいいんだろう、やっぱそういうイメージありますよね、思うんですけど、その会場の、ね、きっかけっていうのはどういったところからだったんでしょうか。これはですね、うん、僕が弁護士になる前に弁護士さんの力を借りたことがあるんですよ。なるほど。あの大学の時に中古の自動車を買ったんですけども、はい、アルバイトで何とか払おうと思ってたんで、はい、任意保険という、はい、あの交通事故を起こした時に、うん、その弁護士が交渉してくれたり、保険会社が交渉してくれる、そういう保険に入るのを躊躇していたら、買って2週間で早速事故を起こしてしまいまして、物損事故、はい、で直接その相手方と若干20歳の僕が交渉することになって、結構やり込められたんですね。その時助けてくれたのが弁護士なんですけれども、うん、その弁護士にたどり着くまでの間、はい、結構時間かかりましたし、はい、どこに行けば会えるのか、そしていくらかかるのか、うん、分からないことばっかりだったんで、うん、もっと弁護士って身近になったらいいのになっていう思いが原体験になってますね。そうなんだよね。僕も経験ありますけど、最初悩みますね。もう人の紹介、誰か知ってる人いないかっていう。そうですよね。ねえ、うん、ましてやそのネットなんか僕らない時代だったから、それで探すわけにもいかないし。あ、そうですか。そうなんですよ。実体験があって。はい、あ、で弁護士になった後に、はい、インターネットサーフィンをしていたら、はい、引っ越し業者を比較する引っ越し比較 .com っていうサイトを見つけて。はい。引っ越し業者というサービス比較できるんだなと思った時に、その原体験がフラッシュバックしてきたんですね。ほー、あ、今もインターネットの時代だと、まあ、当時は2004年ぐらいだったんで、まあ、飛躍的にこうネットが便利になり始めた時代ですよね。絶対今の時はあの時の自分みたいな人がネットで弁護士を探していたり、まあ、どうやったら自分の解決につながるんだろうってヒントをすごく一生懸命探してるはずだと。そうだ、じゃあインターネットで弁護士と困ってる人をつなげる場所を作ったり、相談できる場所を作ったらすごい便利なんじゃないか。いや、そう思い立って即その時勤めていた事務所をに、まあ、退職願いを出して、で思い切りだ、本当ハードランディング、もう本当にこう、まあ、挑戦的にスタートしたのが弁護士のところっていう感じですね。立ち上げてみてどうですか、その反響は。反響っていうか、その商談に乗るよっていうネットですよね。そうですね、ページですよね、はい、今はですね、はい、1ヶ月に700万人のユーザーが訪れるサイトになってますし、弁護士の登録数も全国に3万6000名の弁護士いるんですけど、その 4.5 人に1人の8000人、この前ちょうどジャストで8000人突破したんですけども、はい、すごいですね。そのくらいこうもう多くの弁護士さんが登録して、はい、で月間700万人のユーザーがまあ、アクセスするサイトにまで成長させていただきましたが、はい、最初はめちゃくちゃ大変でした。最初は、はい、認知されるまで。そうです。あ、弁護士 .com が行っているサービスを紹介しよう。弁護士 .com に現在登録をしている弁護士の数は約8000人を突破しており、弁護士を必要とする法律にまつわるトラブルを抱えた顧客は弁護士 .com のサイトで専門分野に合った弁護士を検索することができる。例えば交通事故、相続、借金、離婚、男女問題など細かいカテゴリーに分かれているため、該当する分野をクリックするだけで各都道府県別に弁護士を探すことも可能である。さらに弁護士 .com では弁護士が回答する無料インターネット法律相談なども行っており、パソコンからだけではなくスマートフォンにも対応した便利でかつスピード感ある法律問題への対応が可能となっている。実際にこう実績というと、例えば ご利用いただいている方 その相談件数とかもそうですし、あとはまあ具体的にもしお話しいただける内容があれば、はい、お聞かせいただければと、ね、今はもう月間2万件を超えるまあ相談問い合わせが寄せられています、はい、で累計では50万件を超えてきたんですが、でもっともっと弁護士を身近にしたいと思って10年間弁護士のところも運営してきたんですけど、やっぱり最近これは弁護士身近になったなっていうすごく印象的なエピソードが今年の1月2日に起きまして、1月2日、はい、これもちょっと報告を受けてすごく私もほっこり嬉しかったんですけども、あのちょっと前にあの話題になったあの
ぼったくり居酒屋事件、はい、はい、実は弁護士ドットコムがそこの解決に一役を買ったっていう、そういうようなエピソードが報告されて、1月2日やっぱこれ新年会ですよね、うん、で、まあ、やっぱり歌舞伎町に、うん、で起きたんですけども、いや三次会で、でまあ、客引きにこう声をかけられて入ったお店で、うん、やっぱりすごい高額の請求が来て、うん、それで違うこれなんかおかしいよという話をしたら、うん、まあ、そういうこう物々しい店員さんに取り囲まれた、うん、楽しい席が台無しだよね。そうなんですよ、もう新年早々これはね、もう運が悪いなって話なんですが、不幸中の幸いだったのが、そのうちの1名が弁護士ドットコム検索して、うん、でなんか電話したみたいなんですよ。その場でそこで探した弁護士さんに、要は何人かなんで、まあ、店員さんとやり取りしてる人と弁護士ドットコムと、うん、にを探してる人で手分けしたんでしょうね。あ、そしたら、あ、今すぐ行きますよと、うんうん、いうことで、なんと弁護士さんがその場で駆けつけてくれたんですよ。すごい、1月の2日に1月の2日にもう駆けつけてくれて、それでまあ交渉して事なきを得たということで、もうすでに弁護士は駆けつけ弁護の時代になってるんだなと。もう救急車とか、ね、そういう警備保障会社みたいなのと同じようにピンチの時に駆けつけるという、駆けつけ弁護のところまで今までにはないね。それは保険会社の人だってなかなかね、そうですよね、してくれないですからね。そうなんです。僕はもともと訪問弁護っていうのは自分の頭の中で、うん、あって、これをやっぱり日本に普及させたいなと。今だったら本とか野菜とか何でも家に届くじゃないですか。最近だと介護士さんとか看護師さんとか、あとお医者さんも届く時代なんで、弁護士が家に届く、それが弁護士ととこんみたいな、そういう こうキャッチフレーズで、まあなんか押し出しておこうかな、打ち出しておこうかなと思ったら、なんともうすでに駆けつけ弁護っていうのが現場で進んでいたということで、実例だもんね。そうなんです。やっぱ予想を上回るスピードで弁護士のそういうサービスマインド、人の役に立ちたいっていうマインドが、まあ、すごく進化してるんだなと思って、うん、私にとっては新年早々嬉しい話を聞いたんですけどね、うん、まあ、そんなところまで弁護士のところも今進んでたりするんです。本当相談ってこう弁護士さんが一番でしょ、うん、で、はい、僕なんか会社で税理士さんも必要だったりするじゃないですか、うん、やっぱり相談したいですよね。でも相談するのが何か、以前 その先ほど言われたイメージでお金がかかったりね、そうです、なんかっていうのはどうしても頭に来るから、はい、やっぱり自分で考えちゃうという、そうですよね、で引いちゃうっていう。だけど今の話聞いてたらすぐ電話そうですね、はい、しかも今税理士の話出ましたけど、はい、弁護士ドットコムは税理士探しの税理士ドットコム、これも運営してます、あ、そうですか。そうなんです。2000名の税理士さんが登録していて、ここもインターネットだったら無料で税務相談できます、はい、もう確定申告シーズン終わっちゃいましたけど、確定申告前なんかはやっぱり相談増えますし、やっぱりこう相続税とかですね、一般の人たちも結構税金に関してはいろいろこうちょっと気をつけるだけで正しい節税ができるんで、なんかそういうところで使ってもらえると嬉しいですよね。なるほど、税理士さんもね、はい、紹介させて、していただけるという、うん、はい、他社との差別化されてる点っていうとどのあたりになりますか、はい、やはり日本でやっぱオンリーワンの弁護士探しサイトで弁護士に無料相談できる、うん、まあ、こういうこう、まあ、やはり唯一の、ほぼ唯一の、まあ、法律相談ポータルサイトっていうところがまず圧倒的な差別化ポイントだと思うんですよね、うん、しかもそのポータルサイトにはやはり全国の 4.5 人に1人の弁護士がすでに登録していると、まあ、こういうようなところですかね、うん、いやもうそれ立派な、そうだよね、うん、差別化っていうことは、うん、はい、他所との違いだよね。そうですね、うん、まあ、インターネット上のタウンページみたいな形で、あ、まあ、インターネットにアクセスできる方はもう弁護士探しの際はこの弁護士ドットコムに頼っていただければ、うん、もう本当に最適な弁護士さんが見つかると思うので、うん、まあ、そういうような場所、あとはちょっとまだ会うのが怖いなって方にその無料相談という形で、まあ、うん、ちょっとこうお試しができるっていうところが、うん、やっぱり身近さとして弁護士のところもお届けしたいところなんで、バンクションそれがあってからお会いするっていうのが一番安心するだろうね、やっぱりね、こんなこと相談したら怒られちゃうんじゃないか、そんなことないんですね、はいはい、弁護士所得を利用している弁護士さんは本当に優しいんで、もう試しに相談してみたらいいと思います。こんなことも、回答してくれるんだと。そして今日は書籍もお持ちいただいたんですが、はい、うん、こちらも元江さんが書かれている、はい、はい、弁護士ドットコムが昨年の12月に上場させていただいて、はい、まあ、それを、まあ、
きっかけに、うん、日経 BP 社さんからお声掛けいただいて、本弁護士ドットコムの創業物語本ですね、はい、出させていただいて、実は10年の歴史の中で結構いろいろ大変なことがありながら、うん、でもやっぱ弁護士を身近にしたいっていう思いで、今、まあ、今日に至りましたと。そこまでのその物語があるんで、もし弁護士ドットコムに少しでも興味がある方は、はい、手に取っていただけると嬉しいかなというふうに思いますね。はい、体験も乗ってますか、その車の中古車買ってないっていう。あ、もう車の中古車で交通事故を起こした経験も大学のサッカー部で、はい、2年で、はい、もう3軍止まりで挫折した経験とか、はい、あ、そういうの結構私の半世紀も含めていろいろ。なるほど、はい、出てますんで初代みたいなところ、はい、そうですね、はい、そして今後の目標はどんなことを描いてらっしゃいますか。はい、やはりまだ弁護士ドットコム知らない人がほとんどだと思います。110番119番弁護士ドットコムみたいな。そこまで行きますか。何かあったら弁護士ドットコムの、はい、そのみんなの頭の中で思い出してもらえる、うん、そのくらいの圧倒的な認知、皆さんに知っていただいている弁護士ドットコムを目指していきたいと思ってますね。はい、はい、では最後になりますが、元江さんの格言を格言教えてください。はい、私はですね、実るほど媚を垂れる稲穂かなっていう言葉が好きですね。はい、なので、まあ、弁護士ドットコムも多くのユーザーの方に利用していただけるようになっても、やっぱりスタッフ一同でありがたいという気持ちで、もっともっとお役に立てないかと、やっぱこの気持ちを持続続けることが、やっぱり弁護士ドットコムのことに対して、あ、なんかあのサイトいいサイトだなとか共感してもらえる本当に大事なところになると思ってるんで、これはもうスタッフ一同胸に刻みながら頑張っていきたいなと思ってますね。はい、いつまでもね、我々の身近な存在で、そうですね、いただいてみんなで幸せに生きれたらいいもんね。うん、本当です。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。相続は一人一人家庭により事情が違います。まずは相続の知識を持ち、自分たちでできることをしましょう。その上で自分たちに必要な専門家を適切に選んで依頼するのです。そして専門家に頼めばよいと任せきりにするのではなく、一緒に手続きを進めていくような心構えで臨んでください。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、相続に困ったら最初に読む本、専門家に頼る前に最低限知っておきたい15のこと。この本を書いたのは株式会社夢相続代表取締役の曽根恵子さん。日本初の相続コーディネーターとしてこれまで1万3000件の相続相談を行ってきた曽根さん。不動産のプロでもある曽根さんが、相続では不動産の知識がないと節税ができずにトラブルの元を作ることになりかねませんと語る本書は、相続問題を抱える多くの人に対応した問題解決のヒントを与える決定版となっています。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。